手となりました藤田香音選手、栃木県立宇都宮白楊高等学校から日本大学の生物資源科学部国際地域開発学科に進学いたしました3年生、乗馬歴は19年あります。共に走ります応援、アイルランドで生まれましたアイリッシュスポーツホース、18歳になります巨勢馬。昨日のバーバイツ競技では 63.55% を獲得いたしまして、減点 36.5、 先ほどの伊丹選手と同じ順位、対7位という順位でこの最終種目の障害比率、さあここまで減点なく走行中、9番の垂直障害をクリア、残すところダブル障害です。 A 障害からそして B 障害をクリアして今フィニッシュです。走行タイムが62秒。